詩人ロルカが頭のないリズムと呼んだ神秘的な十二拍子、地の底から立ち上ってくるような重々しさ、フラメンコの最も根源的なものを今なお色濃く漂わせるのがこのシギリージャ、そしてマルティネーテです。鍵田真由美です。フラメンコの代表的な曲種について、特徴や踊るための基礎となるコンパス、そして私の振り付けを一例に構成について解説していきます。私が踊りますデモンストレーションを参考にして、それぞれの曲種の全体像やイメージを皆さんに自分なりに掴んでもらえれば嬉しいです。ぜひあなただけの表現を見つけていってください。シギリージャ・イ・マルティネーテは12拍で1コンパスとなり、ここでは1を頭としてカウントします。その場合1、3、5、8、11にアクセントがきます。このコンパスを踏まえて、踊りは振りを、カンテは歌詞を、ギターはメロディーを乗せて一つの曲を作っていきます。基本アクセントを理解しましょう。パルマはこのコンパスをベースに様々に叩きます。基本アクセントを意識して見てみましょう。歌振り、エスコビージャなど振りのすべてにコンパスが根付いていることを理解しましょう。シギリージャとマルティネーテのリズムの取り方は同じです。2つの大きな違いは
歌が違うことと、シギリージャがギター伴奏あり、マルティネーテが伴奏なしで踊られることです。また今回は一つの例として、次のような構成で踊ってみます。まずギターで始まり、カンテサリーダの後、スビーダ、シエレで締め、レトラ1を踊ります。そのままエスコビージャ1に入り、スビーダをしてシエレで締めます。次にマルティネーテに入り、レトラ2を踊った後、エスコビージャ2に入り、最後にシエレで締めます。そしてマルティネーテの締め歌となるレトラ3、エスコビージャ3と続きます。その後もう一度シギリージャに戻り、エスコビージャ4に入ります。そして最後はマチョと呼ばれる締め歌で終わります。この構成を頭に入れて、次のデモンストレーションを見てみましょう。Thank you.
私が信頼する素晴らしいアーティストを招いて一生懸命踊りました。私のこの踊りが皆さんに少しでもお役に立てるのであれば、こんなに嬉しいことはありません。私もフラメンコの世界で生きる者として、これからも頑張っていこうと思います。皆さんも頑張ってください。